はい、おはようございます。シャチくんでーす。よろしくお願いしまーす。では、ポケモン一匹縛りプレイ、ヤンヤマバージョン、行きましょう。どうだろうねー、四天王は。かなりきついんじゃねーかと思ってんだけど、大丈夫かしら。不安でいっぱいです。はい。ちょっとレベルも上げないとしんどいかなー。どうだろう、でここのレアコイルに今勝てない気すんだけど大丈夫かな。この道中のさトレーナーにもちょっと怪しくない。あといい加減技欲しいよね。レアコイル、いや勝てないなこれ多分。どうしよう。はい、よし、オッケー。いや普通に勝てない説あるな。どうしようかな。やめて。あ、オッケー。まあ、まあ、オッケーか。別に、物理技されないでしょ。いや、影分身積むか。いや、もう、攻めよ。嫌な音2発して、します。混乱している。あーい、もう、全く同じ状態にされた。なんだよ。じゃあ、頭突きしよう。よし、オッケー。ナイス。天才。そういうとこは好き。思った以上に与える。ひるめ。くそ。わきわかで割れ。ナイス。終わってもいいんじゃない。あーん。あーん。いけ。よし。そういうことなんだよな、結局。あぶねえ。いきなりこんなところでこんな生死をさか、生死のなんちゃらをさまようことになるとは。それにしてもあれだね。冷静に頭突きしかないの意味わからんな。ど忘れね。どうしようか。まあ、超音波がいらないかな。超音波や、どう？覚えさせるにしても泥棒しかないんだよね。あ、いいじゃない。いや、下のさ、ソーラービーム、ここで取れるんですけど、正直微妙だよね。ソーラービームあったところで勝てるのか問題がある。はい。悩ましいぜ。OK。よかった。普通に勝てて。びっくり。まあでしょうね。トンボが頭突きしてくるだけとは思ってないでしょうね。まあちょっとね、もう取れないや。多少レベル上がったところで変わらん。こんな差は生まれん。あららら。ら。まあ、日本晴れソーラービームというコンボもね、一応使えるんですけど。でもまあ、どこで使うのって話だよね。マジでどうしようかな、これ。いや、マジ翼で撃つがないのがほんと謎。こいつ飛行タイプ一個も覚えないってこと？もしかしてオスメスで覚える技違うとかそういうオチか。まあ全くわかんないんですけど、このまま行くしかないね。泥棒を覚えたとしたら何が有利になるんだ？四天王挑戦してからでいっか。考えるのはなんとなく勝てるかもしんないしね。なんかなんとなく勝てるかもしんない。いやほんと敵が一体だったら大した話じゃないけど、この技構成だとさ四天王がきついよね。ほんと思ったより受けんな。ほんと打たれ弱いこいつ。ほんと嫌いだわ。これなんか、一日ぶりぐらいにやったけど、なんか、嫌い、このポケモン。いいファイトだったぜ。そうか？あと、レッドに勝てる未来は全然見えてない。いや、でも結局さ、もう、威張るとさ、嫌な音？影分身で勝つっていう、まあ、クソみたいな戦闘する可能性が高いね。なんだったらそこにメロメロまで入れて頭突きすらしないっていうね。
こういう未来もね、ありえるなって思うぐらい技が弱い。マジで本当初めて恩返し使いたいと思ってる今。ナイス。なんか頭突きがさ、思ったよりダメージあんだよな。ああ、なんか攻撃力そんないってんの今。あ、ついに50レベルね。はい。91ね。いや、特攻。いや、特防が低すぎるよ、これは。ピカチュウの雷。いや、このいつの日のことかも怪しいぞ。なんかなーとか、素早さがさ、ちょっと高くてさ、攻撃も特攻も別にそんな高くないのに、防御日終わってやばいよな、こいつ。いいとこないやん。カニとトンボはもう完全にカニの勝ちだろう。やっぱ思ったより与えるんだよ。あ、ひるむ。ラッキー。あー、オッケー。ひるめ。あ、踏みつけ。カニに踏みつけられたトンボ。あ、でもあんま受けないね。18レベルも差あるからな。そりゃそうなんだけどさ。よいしょ、もう今じゃないしさ。一回回復ですね。はい、というね、回復しましたと。で、あー、こいつか。はい。もう頭突き、あー、でもポイントアップあるからな。頭突きにもうポイントアップ使っちゃうかな。頭突きにポイントアップ使う人っているの？パラゼクト。昆虫最強決定戦。昆虫ではないか。キノコが本体か。くらえ。どうよ。はい、ひるめ。あー、もう、最強技。やっぱキノコの方質強えよな。エリサク、あー、強い、思ったより当たる。パラセクト強いよね、なんか。うん、一匹縛りやった時強かったもん。よし、次がゴールダックね。まあとはいえ頭突きをするしかやることがない。単調実に。ひるめ、あー、残念。ひっかき、あんなさ、水かきある程度やって引っかくんだろうね。あ、オッケー、2発です。素晴らしい。次のギャロップには勝てるんでしょうか。閉じった。まあ、このまま行くか。よし。ミックスオレをガブ飲みさせて、うん。ギャロップと戦おう。ミックスオレをトンボに飲ましてる姿考えるとおもろいな。で、ギャロップね。四天王って火の技、や、待ってくれ。カイリュウの大ボニスとかあるな。そんなことより、カイリキーの岩なだれどうやって打破すんだろう。ちょっと不安だわ。天王に何分かかるんだろうね、こいつ。いやー、惜しい！優勝！ひるめ！あ、あー、でもまた次先制取られるか、さすがに。めっちゃ高速移動してるもんな。え？やりました。そりゃあ、ちょっとね、ライバルに勝てないと思うよ。ポケモンは戦いの道具じゃないのよね。それはどうかな。はい、じゃあね、ライバルの敵は俺が撃つよ。いきます。はい、じゃあ行きましょうか、ライバル戦。どうだろうね、あんまライバル印象薄いな今回。待てよ、ちょ待てよ。いや、似せる気なかったですよ。似せる気ありゃ、もうちょっと似ますよ、さすがに。うん。やんないけど。はい。相手は髪型も似せてきてるね。ニューラ。あ、そういえばさ、これ今日、あれですね。ライブ配信やった次の日なんですけど、ライブね、ありがとうございました。来てくれて。なんかたくさん、来てくれたな。同説って言うんでしたっけ？あのね、40人ぐらいでしたね、最高。最高な時が。うん。なんか出るんですけど。なんか今までさ、5ヶ月前か。5ヶ月前、最後にやったっぽいんですけど。5ヶ月もね、やってなかったんですけど、逆に言えば。時はね、多分20人いくかいかないかだったと思うんだよね。シンプルに嬉しいよね、そんな来てくれたら。
40人って言ったらもうクラス丸々が見てるのと一緒だもんね。クラスで一人ぼっちだった俺が例えばさ、そうライブ中にさ、俺は陰キャじゃないかもみたいな、陰キャっぽくないか、陰キャっぽくないみたいなやつがあったと、あったんですけど、あ、俺陰キャじゃないのかなって一瞬思ったんですけど、やっぱね、俺は陰キャだと思うよ。うん。危ない。はぁ、あ、俺の陰キャ自慢、まあ、高校の時はね、高校の陰キャ自慢しようかな。あのね、クラスが、また学校がね、あれなんですよ。なんか元女子校だったんですね。で、女子校から共学になって、3年目ぐらいのとこ行ったんですけど、だから女子がね、クラスに30人ぐらい。で、男子が7人ぐらいしかいない学校だったんですよ。どんぐらいの規模だとさ、絶対男子って仲良くなるじゃないですか、普通に考えたら。で、普通さ、男子同士ってまあ、仲良ければ下の名前とかさ、あだ名ないし、まあ普通だったら名字呼び捨てじゃないですか。3年間ともね、俺だけ下の名前くん呼びでしたね。鈴木くん的なことね、要は。あ、僕鈴木じゃないですよ。でも一回クラスに7人鈴木いたな。なんかクラス替えの人が間違えたって言ってました。スピードスターね。あら、スピードスターってさ、第二世代絶対当たんのか。まあ別に当たったところでいいけど。おい。よし。とかね。またやっぱ陰キャって定義むずいですけど、やっぱまあ、オタクっぽい人ですよね。残念ながら。まあ俺はオタクって別に全然、まあ自分がそうだからいいんですけど。学校にさ、なんかジムスペースみたいのがあったんですよ。え、なんかめっちゃ当たるんだけど、影分身6回やってんだよ。ちょい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 。陰キャ自慢する隙を与えてくれない。よし。でね、なんか、雨の日にさ、ここの、ジムみたいなとこ行って、懸垂大会みたいのが開かれたんですね。でね、あー、ちょっとダメージでかい。はい。でね、まあ俺1位になったんですけど、名字くん呼びされてる俺がね、で、その時に周りからね、なんか、まあ、直接言われるわけじゃないんですよ、もちろん。まあ俺話しかけてもらえなかったんでね。なんでパソコン部のやつなんかにって言われてましたね。いや、別に俺パソコン部じゃないですよ、俺。全然、まあ、俺なんか帰宅部って意味わかんないからあんま言いたくないんですけど、まあ意味わかんないだけで言いたくないわけじゃないんですよ。部ではねえよなっていつも思っちゃうんだけどさ。まあ帰宅部でしたね。強いな。買い込んだミックスオレがなくなってしまう。そう、パソコン部のやつなんかにって言われてましたよ、なんか。ひどい話ですよね。あと腕相撲大会もね、優勝しましたよ。うん。その時なんか筋トレ趣味だったんだよね。あれ知ってるかな？ミスターフルスイングっていう漫画があるんですけど、まあ、野球、ギャグ野球漫画かな？うん。それの中でさ、すごい長い棒の先に重りをつけて持ち上げるトレーニング。ああ、やる技がない。うん、なんかやるトレーニングがあるんですけど、それを真似て家でやってたんですね。
僕剣道部だったんですけど、長い木刀の先端に重りをつけて、なんか手首の力で持ち上げるみたいなトレーニングをしてたんですよ。まあ、多分今思うとただ手首を痛めるだけの行為だったんですけど、まあでも多分それのおかげでね、リストが強化されてて腕相撲大会優勝しましたね。うん。だからちょっとやばくない？とか、なんであんな、なんでさ、こっちの攻撃こんなに当たんないのにあっちはこんなに当たんの？納得しかねるんだけど。ムカつく普通に。いや、まあそりゃそうだよね。こっち影分身6回やってんだよ、だって。ふざけているよね、これは。だいぶおこです、今。おい、だから言ってんじゃん、なんで当たんだよ。おい、危な。こっちは過去の黒歴史を話して気持ちも嫌な思いしてんのに、ポケモンの中ですらいいことが起きない。どうなってんだよ、やめてくれよ。なんでこっちはわけわかなんだよ。もうなんか噛み合わなすぎてムカつくな。普通にわけわか出るよ、さすがに、さすがにね。はぁ、今日仕事疲れたんよ。なんか売れたんだよな。うわ、ま、なん、いや、普通にムカつくな。どうしよう。解けるだろう。どうせ混乱解けるよね、ゴーストこれで。ああ。いや、待って。いや、血管が切れる、頭の。どうしよう。すごい、血管が切れそう。ああ。いや、ああ、壁殴りてー。どうしよう。攻めよう。ああ、腹立っちゃったなあ、これは。ああ。ああ。ありえないぐらいのストレスの負荷がかかったから、今日は一回やめよう。ライバル戦、いきます。はい。あれから2日経ちました。うん。あのライバルのね、負け方がしんどすぎてね、やれませんでした。まあ、っていうのは冗談ですけど、あ、まあ2日は本当ですけどね。うん。まあなんか、やる気が起きなかったよね。シンプルに。つかもあんま覚えてないな。ここで影分身積みましょうかね。ユーラの氷技ぐらいだったら耐えるでしょ。あったとしても。よくない、よくないなぁ。いや、でも大丈夫か。うん。言うてレベル差あるし。はいはい。当たるんですよね。はい。いいですよ。まあ、3回でいいか。結局ね。6回積んだところでそんな避けないし。ほら、3回やっても全部当たってるから、今のところ。どうしよっかな。なんだよ、ゴーストの呪いか。呪いを受けるとだるい。だから、影分身6回積んだ方がよかったな。ミス。次は、コルバットね。嫌な音がしんどいな。影分身やっぱ6回積みましょう。このアンアンの唯一のね、得意技と言っても過言ではない。よし、いいぞ。当たんない、急に。よし、はい。でさ、なんか一番手前の部分だけ分身できてないのに今気づいた。伝わるかな。あの尻尾の根っこ、尻尾が途切れてる根っこぐらいのところが絶妙に分身できてなかった今。うん、あそこだけは分身できないのかな。てか、先端をつまんで、なんか鉛筆が分身して見えるような動きしてんのかな、もしかして。トレーナーが尻尾の方を掴んで振ってる説あるな。これ、10万ボルト当たったら終わるね。あ、なんか調子いいな。やっぱ2日ぐらい開けるとね、調子いいよね。確率は収束する。そう。これはそれ。
異形なんで信じる派です。まあ、信じるっていうかそうなんだけどね。ほら来ている。過去の運の悪さはもう覚えてない。このヤンヤンマがすごい運悪かったことしか覚えてないわ。そういえばなんかあれだな、急所か、なんかちょっと時間空いたな。うん、なんか毎日やるからさ、あれだわ、1日2日空くとすげえ久しぶりな感じする。ああそうだよね、まあそりゃそうだよ、だ6回積んでんだから。ひるませろ、ひるませろ、ひるませろよ。一撃でもいいんじゃない。あ2連続救助256分の17だっけ。今日めっちゃこれぐらいの確率を引けなくて負けたんだけどな。おいおい、なんでだよ、こないだと全く一緒じゃん。これで負けたわ。そういえば超音波出なくて、いや腹立つこれ。はあ、じゃあわけわか出ろよ絶対。これは回復しないよ。ああそりゃそう、これは呪い分しか回復しないからね。シャドーボール分は考慮してないよ。もう頼ますよ。やばやばいよ、レジャブ危ない。はい、呪い分はねさすがに回復してあげましょう。あ、混乱解けるんだよな、間違えた、混乱解けるんですよね。うわ当たんないんですよね。いや待って、これ全く似た、すっげえ似てんの見た、記憶がフラッシュバックした今、2日前の記憶がフラッシュバックしている。よくない、このわけわかが出なーすぎてシャドーボールで負けた記憶だけすごいある。でもここはさすがにわけわか許せない、はい許せないよ。あーさすがにね、さすがにだよ、よしさすがに、もう終われ、あオッケー、はーさすがにだった。これでも結構許せないレベルだったけどな。これ一撃で落ちるかな。あ、一撃で落ちるかね。落とせよ。落とさなきゃ負けるな。負けるな。オッケー。やりました。結局前回もゴーストタオ、前回じゃねえか。同じ輪だわ。無駄に疲れた。とか無駄にストレス溜まった。君に、俺に会ってお前にないものは影分身です。影分身使うといいよ。なんで使わないの。はい、ということで四天王戦行きましょう。わうわー邪魔。いやでも普通にだけどさ勝てなくない。シンプルに攻撃技が頭突きしかないって終わってると思うんだけど。あーどうしよう。もうこんなにひどいの久しぶり。てか初めてかな、金銀。前回のビリリ玉からほんと技、しょぼいよ、多いよな。なんかもっといい技使えるやつでやりたかったな。まあ、超音波かな。よし、超音波で影分身積んで続きしかないよね、もう。まあ、奇跡のね、一発勝ちも全然あると思うんでね。頑張りましょうよ。ほら一番下、一番下の切れ目だけね分身できてないんですよこいつ。だから攻撃食らうのか。あでもこれ混乱で倒せると頭突き節約できるな。あ早いです、それは早いですね。どうしようかな。あーまあうん、じゃあ影分身積み切るか。エイティオの技でやられはしないと思うんですけど、どうだろう。あよかった、こんなん解けろ。もおい 50% 引き続ける。今日 50%3、4 回外したけどな俺。うんフロット SAO の降格中の行程ね。すいません、プロカスが出てしまった。最近またハマっちゃってるんですよね。よくないな。
面白いんだよなーというか、あれなんですよね、することないんですよね正直。前さ、そういえば休みの日ねしてることコメントくれた方ありがとうございます。やっぱさ、大人になったら一人で過ごすことの方が多いっすよね、一人身だと。あと彼女いるかどうかぐらいなんだね。まあ結婚は一人身じゃないか。そうなんだよなぁ。今日もね、まあ今日は、まあ、ソープ行ってきました。はい、一週間ぶりの、実に可愛かった。今日すごいいいことあった、ほんと。うんって感じ。すごいいいこと言われちゃった。ウッキウキもう。しばらくそれだけであれだわ、モチベーション高く生きていけそう。やっぱ大事ですよね、モチベーション上がることは。ほんと最近はさ、まあおきに会いに行くことですけど、まあ、2ヶ月前までほとんどなかったんでね、そういうのが。なんでありがたいです。やる気出るよな。ほらやっぱさ、貢がないといけないので、お金を稼がないといけないんです。まあでもさ、まあ、普通に、まあ、飲食のサラリーマンなんで、こんなすぐにはね、頑張ってもまあお金はもらえないので、まあ頑張ろうって感じ。うん、最近仕事のモチベーションも戻ってきた、ようやく。はい、リフレクター貼られたのはだるいな。このヤンヤマの戦闘さ、これなんかほんと申し訳ないね、単調で。でもこれしかないもんね。単調なんだけどめっちゃ嫌よ俺。リスクしかないもんね、この戦闘。ヤンヤンまでみんなも一匹縛りやって。ヤンヤンマ一匹縛りプレイって動画上にあんのかな、何かしらの、まあ、YouTube でもニコニコでも何でもいいんだけど、むずい割にあれですよね、多分なんか戦闘が地味だからさ。うん、やらないんだろうね。俺結構これ上位でむずいけど今んところ。まあでも不動の1位は多分ハガネールだけど、レッド戦次第か。アガネーラはほんとレッド戦行かれてたからな、結構。半分いけ。はい、全然広め。あー、当たるか、ついに。あ、でもこれ、超えたでしょ、もう。おい、危ない。思ったより受けた。でも、さようなら。やりましたー。来ましたね。はい、急所 OK、ナイス。よし、なんとかなりそうだよ。すごい時間かかりそうだけど。パートめっちゃ長くなったらすいません。いや、やっぱさあれなんですよね、僕の動画って長いじゃないですか、多分ターンからね。まあだからさ、たまにむずいと長くなっちゃうんですよ、よりね。まあ1時間いっちゃうぐらい。それはさすがに長えなって思って。まあ、直近だとビリリダマか。ビリリダマとか、半分に分けたんですけど。え？これって混乱引き継ぐの？バトンタッチって。わかんないな。まあいいや。まあでもさ、あれ、普段、あ、混乱引き継ぐんだ。エクソバトンタッチじゃん、じゃあ。ひどすぎる。
一番ダメなバトンタッチしてなんか去ってったけど、あいつ。はい、わけわかねんだったら嫌な音入れといた方がいいか、最初に。こっちのダメージのリスクもあるけどね。あ、そう、普段さ、1パートでやってるのを2つに分けたら、まあ何にも起きない、なんか何にも起きないことが起こってそうだよね。あの、あと僕動画チェックしてないのであのそう、申し訳ないですけど、あのね、特別動画チェックしたりしてないんですよね。まあ、だからさ、普段ね、まあなるべくこの話してるのが途切れないようにだけしてるんですよ。編集ので見れるんで、なんか、これの喋ってるとこの、なんかが、よくな、説明はできないです。うん、なんか、音のね、波形が見えるんで、この波形があんまり途切れる時間長くないようにだけカットをするだけなんですよ、俺。まあ、なんでね、あー、でもこれ何でも直してちょうどいいか。混乱もしてるしね。なんで、まあ、特にほんと動画をチェックしてないんですよ。うん。途切れないで会話が、会話？まあ、話続いてるから別にいいや、みたいな、ノリなんですけど。まあ、だから問題発言的なのをしててもね、特別カットとかできないんですよね。その部分だけ抽出して。もしあったら申し訳ない。あー、こいつねー、こいつだけちょっとね、どうしようって思ってたんですよね、普通に。あのねー、いやー、まずどうしよう。回復でもいいぐらい。回復しよう。うん、大爆発があるからさ、どうしよっかなーって思って、あと倒せねーって思ってんですよね、こいつのことを。どうしよっかなー。いや、ほんとは翼で撃つがある予定だったから、あ、じゃあポレトス、当倍でいけんじゃんって思ったんですけど、それがね、翼で撃つ覚えないから、影分身これで、6回か。そうだね。スピードスターってもしかして絶対当たる？これ、影分身してようがしてまいが。だとしたらだいぶやばいんだけど。回復したいな。何してくんの？絶対当たるっぽいね。なんだよ、初代ではあんなクソな小技なのに。いや、回復しようと思ったけど、もう大爆発来たらドンマイっていう思考でいいか。大爆発来たらもう当たったら負け。うん。ああ、コーナー溶けた。早いな。まあ、まだ倒れないね。ああ、当たんないね。しんどいな。急所で負けちゃうけどね。危ない。まあ、だからさ。ああ、話戻すと、ダラダラ喋ってるだけのポケモン流してごめんって感じ。うん、そう。最近さ、そう、ちょっと辛辣なコメントが来ることもあってさ、あの、正直僕ノーダメージ派なんですけど、うん。まあでも気にはするよね。当たんないね。あー、マジやめて、お願いやめて、一緒いるー、やったー、一生なんとかって言おうとしたけどやめたー。なんだー、よかった。まあ、こういうことなんですよね。四天王をクリアするっていうことは。そう。当てろって、そういうことじゃないじゃん。うわー、もうバカー。溶けれた。溶けた分下げよう。溶けて嫌な音されて防御戻るの意味わからん。毒毒を避ける。いいんじゃない？え、これ、勝てそうだよ。え、だって、シバは勝てるじゃん、多分。カンナ。カンナどうだろう。あー、よくないなー。いや、スピードスターにしとけばよかったとか思っちゃうじゃん、技を。オッケー。2発で倒せろ。2発で倒せろ、そしてひるませろ。はい！ 1 発でもいいよ、俺は。オッケー！ふふはは。思ったより強いな。攻撃力思ったよりあんのか、こいつ。覚えてないな。100何、ありやんのか。はい。こいつも影分身してくんだ、そういえば。あー、ほら、やめてよー。ず
ずるいじゃん、そんなことしたら。よし、オッケー。でもなぁ、ハエトリグもいっぱいいるんだよな。オッケー。いや、ベランダにクモの巣できてたなぁ。クモの巣にしかも卵ついてたな。これクモだけは触れるんで、まあいいんですけど。あとなんか、クモムシを食べ尽くしてくれるなら、全然それでいいんだけどね。よし、行きましょうか。虫といえば、あら、この話したっけな。こないださ、朝起きた瞬間に、まあ、瞬間というか目覚めて、あーってなるじゃないですか、とりあえず。で、うつ伏せで寝てたんで、上見た瞬間にね、なんか黒い物体が天井を歩いてたんですよ。でさ、え?って思ったの。最初ゴキブリかと思ったんですけど、でかくて。そしたらね、まあ違くてなんか、いやでも最初カメムシとも思ったんだけど、これも違くてね、あれ多分だけどね、なんだっけ、なんか硬いやつ。全然当たらない。テラフォーマーズで、ボクサーのやつが倒したやつみたいな。どうなんとか虫みたいな。だったと思うんだけど、めちゃくちゃ嫌な音外しすぎじゃない、こいつ。さすがにムカつくな。なんか天井にいてさ、でも俺気持ち悪くて虫本当無理なんですよ。触れなくて、夏もセミが階段にいると家に帰れないぐらい嫌いなんですけど、まあ朝からね、なんかでもこいつに、なんかね、カメムシバスターみたいのが家にあるから、それをかけたけど、全然倒れないんですよ。なんか強くてさ、でかいと強いのかな?全然効かなくて。なんか部屋中がもうモクモクになっちゃってさ、どうやって倒そう?しばらく当ててやばいねー。やばいか、イワークといえど。うわー、やべえ、どうしよう。しばらく当てた後にようやく天井から落下して、まあ、それでも生きてたんだけど、なんかね、まあなんとか掴んだ。いやーって、無理、もう勝てない、どうしよう。待ってくれ、影分身を一回してるアドバンテージしか持ってない、俺には。どうする、急所でいずれ負けちゃうけど、どうするこれ。超音波やるか。ああ。ふっ。いや、で、急所でいずれ曲げちゃうって言った瞬間。きましたー。三月にめっちゃ負けたー。だるい。ライバルと戦ってからもう50分も経っている。そっかー、思ったよりめんどくさいんだなー。天敵が弱くとは思わなかったよ俺は。行きましょう。ここで、ああまあ超音波もねえな。超音波なんかフォレトスで異常に外したんですよね。なんやねん。カポエラ電光石火しかしてこんな。超音波。影分身をここで4回積みましょう。カポエラフォアは倒れてくんねえかな。奇跡的に。罠だれぐらいさ、影分身6回積んだら、当たんないでほしいよね。ルワークを倒す技もねえんよな。混乱せっかく長いのに全然脇分かてん。はい。すごい分身力、そして。混乱が解ける。混乱した意味ねえって思うぐらい脇分かてなかったな。
このカポエラー、戦闘がカポエラーでマジ助かったな、これ。これ以外はそんなに、ここで詰めればそんなに苦労しないよね、だって。おそらくだけど。はい。あと、ヤナオと当てて倒そう。回復した後に。ここでいけないか。でかいだね。はい。そして、はい。あー、もうなんで当たんないの、だから。はい。ははははは。あー。85だっけ？しんどいなー。よし。普通にしてればこういう結果が生まれるんですよ、そりゃ。倒すよね。OK! ようやくだ。ようやく雪辱を晴らせる。はい。イワークはもう嫌な音からですね。わけわかー。うわー、もうこいつ当たんねえと思ってそういうことをしてき始めたか。クソ頭いいな、この僕。イワークだけだるい。危ない。よし、とりあえず受ける。うぜー。相当うざいね、これ。おーい。え、まずいんじゃねえか、これ。大丈夫か。砂嵐分入れて耐える。よし。大丈夫でしたっけ？危ない！よし！マジで許してほしい。なにこれ？な、こんなイワーク強いな。よし、オッケー。一発で当てるの普通なんだけどね、別に。わきわかね、わきわか。なんで、ああ、よし。あ、収まった、オッケー。早く倒そう。イワーク一体だけだっけ、こいつ。いや、待って、カイリキンも言わなだれある、確か。ほら、うわ、もううざーい！なんで混乱解けんだよー。まあ、さっさと倒しておきましょう。はい。カイリキーって悩ましいなー。混乱さすか、ヤナオと頭突きか悩むね。エビアラからね。うざいねー。まあまあ食らうしねー。これ何分の1やっけ ?16 分の 1? 炎のパンチ。いや、もっと受けてんな。あ、でもこれ、砂嵐のおかげで、1ターンで倒せそう。あ、ありがたい。ありがたいですね。で、いや、待ってくれよー。なんで帰りきいからなんだよー。ハムラーだと思うじゃん、こっちは。いや、もう頭突きで行こう。ひるみ狙い。2ターンで倒すなら一緒。い、あ、微妙。あーあーもうやだー、やりたくないー、やりたくないよー。どうしてなんだー。ああ。もう無理だー。もう無理。もう無理。